よ、毎度。ほんじんぞ。ゴレンちゃん。天才。本日もこの曲でさようなら。一日何も恐れることはございません。一日何かがなくても、この世の中パンがなくても生きられるんです。一日何かがなくても不安に思うこともございません。大丈夫よ。きっと明日ももっともっといい日になるわよ。心配や不安、いつも下をうつむいていては本当に運気も下がります。もっと自信を持って、自分に自信を持ちましょうね。自己肯定感を高めるためには良い言葉がけをかけてあげ、相手がホッとできるようにリラックマ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 ったらリラックマ、お化け屋敷に網戸くじ、スーパーボールすごい。夏といえば怪談。それでは。皆さんも人を思いやり、自信を持ちましょうね。頑張っていると必ず良いことが、良い言葉を相手にかけてあげることで、自分も幸せにハッピーになれます。良い言霊、言霊は必ず実現化いたします。あなたかわいいわよ。この子は良い子だな。よくできたな。その調子だ。どはどんぐりのどだ。れは天下のれ。みはみんなのみ。ファはファンタのファ。ソは青い空。ラはラクダのラ。シールはシはシールのシ、ドはドラえもんプープー、ゲームオーバーなど、しりとりに、あみだくじ、もぐらたたきに、遊びを取り入れて、できた、やったー。これも、この時期には大切です。子供の集中力は本当に、長くて年齢プラス1分程度と言われております。一度に多くのことを完璧を求めるよりも、リズムの楽しさ、木管金管打楽器、フライパンの音からグツグツ